このズボンね、買ったんだ。いいでしょ。なんかさっきでっけえ箱が届いたんだよね。でっかい箱が届いて、で、いつも俺がやる手口なんだけど、いつも俺が、ほら、いつも俺がやるんだけど、あそこに隠れてんだよね。はい。どうした？なんか隠してるんでしょ？隠し。あ、もう隠れちゃった。ですか、それは。なんで馬乗りになってるんですか。どういう状態ですか。やめろ、こいつには手を出すんじゃない。うい、やめろ、気安く触るな。でかいです。さっき運ばされたけど、でけえし、おめえし。運ばされたね。なんだよそれは。今回商品を紹介する商品はこちら、セブンポーウェーボディーボディースクールスクールスクラップチャー。イエーイエー。さあ、今週もやってまいりました。セブンポーウェーブの紹介です。この商品は乗ってるだけで体脂肪が燃焼される優れた機能を持った機械であります。ああ、そう。一日に何分か、何分間か、これを乗っているだけで、なんと、ボン、キュボンの美ボディを手に入れることができるんだぜ。みんな、これ痺れるだろう。イェーイ。海外の通販番組になってる。そんなことあるんだよ。まあ、私もやってみようかしら。お客さんのリアクションまでやってる。さあ、早速開封していこうと思うぜ。イエーイ。まずはここにちっちゃいベイビーちゃんがいるから、カッターナイフを使うときは要注意だ。イエーイ。ベイビー、ちょっとこっち見てくれよ。カッターナイフっていうのは毛先がとっても尖ってるんだ。ここに触れたら痛い、手を切れちゃうからね。絶対に触っちゃダメだよベイビー。だってさ、まずはここに慎重に刃を入れていこうな。なんでさばいていくみたいな感じになってんの。ゆっくりと。開封どうでもよくね。ゆっくりといこう。開封はどうでもいいと思うんだよな。焦ることはないんですね。いや、だからさばいていくみたいになってるじゃん。セブンパワーウェーブをさばいてんじゃん。いやー、ちょっと口が硬いかな。これは深海魚ですね。なるほど。あ、でも結構意外とぽい感じでやんな。皮を引いていきますみたいな感じでやんな。テープだよ、何もむずくねえよ。テープだって、テープ、テープだって。おっしゃ、おお、二枚さばきです。すごい、赤みが、赤みがすごい。おっと、ここで注意してくれ。カッターナイフにはここに絞りがついてるんだ。この絞りをしっかりとグッと止めておかないと、ここの2歳のベイビーちゃんがペッて出して指をアウチ切ってしまうから気をつけてな。ここに入ってるのはまずマット。これは振動を軽減する、下の人に迷惑がかからないようにするんだ。さあ、2歳のベイビーちゃん、これを出してくれないか。あ、ここにまた味噌が。ああ、また始まった。ここが大変なんですよ。来た、骨が結構。バス、うわあ、素晴らしいのが取れました。やりがい。これは最新モデルのセブンパワーウェーブっていうんだぜ。最新とかあるんだ。あ、そうだ、アマゾンでより新しいモデルっていうやつのところに出てきたから、それをポチッとしたんだぜ。いや、貴様ね、結構ね、最近なんか
美の用品をね、すごい買うんですよね、アイランさん。そうだよ、せーの美の用品を、せーの、うっ、あーちゃん吐き戻すとか、めちゃくちゃ重い。頑張れ、応援して。よし、来たそう、来たぞ、来たぞ。よし、やるぜ、やるぜ。よし、やってくれ。早速やろう。なんで最近そんな美容品をさ、ね。私は夏に向けて美のための用品をいっぱい買って、そういうのって全部結局まあ自分の意識だよ。まあそうだね、なんかみんなやってるし、みんなが痩せてて私が痩せなかったら私が太ってるみたいになるじゃん。行こうぜ、まるで私が太ってるかのような状態になってしまうのが嫌だ。行こうぜ、おいツーリング、ツーリング行こうみたいになってる。それダイエット器具やから、それ。おっと、2歳のベイビーちゃん、そこを離れな、危ないぜ。ベイビーちゃん、一旦離れてくれよ。はい。乗るんじゃないよ、私が先に実験台になるからね。はい。さあ、これいくらしたんですか、結局。これは、でも、4万円ぐらいですね。あー、うん、まあまあまあ、別に高いね。それじゃあ、行くよ。うん。あ、来た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 、入れてる入れてる。おお、すごい。おお、これね、動画で見るとあんまり分かんないけど、この細かく、あ、ここはすごい分かるね。まだまだ振動が足りないな、これはすごい。分かる、めっちゃ見てください、このすごい腹の揺れよ。おお、これはあ、ちょ、これを買ってどうするの、やるの。買って、私は毎日ここに。いつやるの？10分経つ。いつやるの？朝ゴロッとしてる間とかあるじゃん。うん、そういう無駄な時間をこの上に立って携帯いじるとか、サムネ作る時とか、この上でいじれますか？この上でパソコンいじるとかね。これあ、めっちゃあるの、気持ちいい。まあちゃん、あれもやってんじゃん、だって最近。え？口に加えてボロボロボロってするやつ。ああ、あのロナウド、あの クリスティーナ・ロナウドのやつ。そう、あれもやってんじゃん。もうなんかね、やっぱね、美しくなろうとするための代償としてダイエットしている時の姿をね、やっぱ滑稽になりますよね。そうなんですよ、全て。そう、全ての器具が。この美しい人って裏ポンさん、エイリアンまでエクササイズ。ハチコタン。これ名前何？これ誰？ハチコタン。え？変人。恩人ね。うん、これね。もうこれ恩人。そう。本その中でエイリアン、年寄りのエイリアンは恩人です。これなんかちょっと パワーアップみたいなのないの？最強？ちょっとなんかレベルアップみたいにしてみて。最強はちょっと危ないから。そんないの。あ、振動レベルがあるね。おお、すごいすごいすごい。あー、いやー、そういうことね。出せる。振動レベル5。てれってって、てれってってって、てれってって、てれってって。あ、結構揺れてますね。うわ、めっちゃ揺れる。あーちゃん、あれもあれもやって、じゃあ同時に。お、うん、どこにある？あ、そこっち。はいね、あーちゃん、これもハマってるんだよね、最近。もうね、で結構日常的にこれをたまにやったりするけどね、もう滑稽すぎるからやめてって思う。うん、もうほら、上はこれだし、下はもうこんなことになってるし、もう意味わかんないよね。何この家、こんな光景が目の前で繰り広げられるの？いつもダイエットされる気持ち、ダイエットされるっていう単語が生まれたもん今。うん、おかしいもんこの姿、やばいって、絶対やばいって、これやばいもん。え、だって普通にね、生活しててね、普通にこうやって生活してて、
で、ちょっとこっちの部屋行こうって。ほら、おかしいの、絶対おかしいじゃん、これ。何これ。いやこれいいね、でも、うん、乗ってるだけで脂肪が燃えている感じが、うん、でもここにプラスやっぱ私はあの運動もね加えてるわけですよ、うん、あの毎晩のあのエクササイズと、うん、あと筋トレとストレッチは、はい、もう息を吸うようにやってますよ。なるほど。そして食事制限、はい、素晴らしい、いいんじゃないの。いやこれして何になるのって話なんですけどね。まあ夏実感していただかないとね、せっかくだから、うん、まあママなのにママじゃないみたいとか、うん、なんかこう確かにそういう感じに思われたいなっていうのありますね、やっぱり。うーくんはある意味でえ、パパなのって思われること多いと思うんですよ。うん、やっぱりね、暇すぎてね。はい、ね、あーちゃんは美しすぎて、え、ママなのって思われたと。そっちに行きたいですね。ああ、え、この美貌で一人子供産んでるのみたいな。ああ、なるほどね。いいじゃん、無理だよ。え、素質がないんだから。できるよ。あーちゃんの顔は無理なんだ。できるって。あーちゃんの顔なんてただの芋。ああーちゃんの顔なんて芋っ子。あーちゃん、ナスだよ、せめて。ナス、ナスの方がちょっと落ちてない。ん、芋っ子の方が可愛いじゃん、はい、ナスっ子ってなんか もっと臭そうじゃん。ちっちゃくなー、どう、一応気にしてる。やっぱ俺とあーちゃんの買い物の特徴の違いとしては、やっぱあーちゃんはもうめちゃくちゃ利便性のあるものというか、うん、使うもの、めちゃくちゃ使うものを買うよね。うん、確かにバランスいいね、本当に。俺はいらないものというわけで、はい、私のダイエット器具の購入のサブちゃんでした。サブちゃんでした。もうね、ダイエット器具は面白すぎて困ってます、僕は。というわけで、私が1ヶ月後どのような姿になっているか皆さんお楽しみに。ダイエット頑張ってください。頑張ります。